おはようございます。茂木耕作海空研究所長令、今日は令和5年9月30日でございます。いよいよ今日はね、安倍ゆきかさんの歓迎会の日でございます。そしてね、なんていうか、その行く直前とはいえ、まあ参加するのは今日全部で6人かな。まあ、と、遠方でね、もちろん参加しないっていう人もいらっしゃるんで、ご挨拶だけちょっとしとこうかなと思いまして。川明宏さんおはようございます。あとは、砂塚森田さんおはようございます。森本あかねさん、全くんかんくんおはようございます。山本健太さんおはようございます。あとは、参加しない人、寺石由香さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。ということでね、それ以外の、安倍ゆきかさん、小山愛さん、清水信之さん、中村修平さん、佐藤直君、そして僕ということでね、今日、ゆきかさんをみんなで歓迎しましょう。で、あ、ゆうじさんおはようございます。まあ、よかったらね、オンライン配信もできるだけしますんで、チラ見だけでも立ち寄っていただければなと思います。11時から、レンタルスペースを渋谷でね、愛さんが予約してくださいましたんで。まあ、2時間ぐらいですかね。なおくんもなんか午後ちょっと試合があるとか、まあ、出入り自由ではあるけど、まあ、そんなに、なんていうか、仰々しいイベントにっていうわけでもないんですけど、まあ、ただ、お時間ある人はね、午後も、ぜひ、ゆきかさんとソフトテニスを学んで、みたいなことを、ちょっと僕はね、やろうかなと思ってるんですけど。あとは、そうそう、周平さんと、なおくんは、そうだ、そう、夕方からはさ、橋の学校の方もあるみたいで、そう、そっちもあるから、まあ、ちょっと僕もね、そっち出れるかな、出れないかな、と、まあ、時間によってはね、と思ってたんですけど、まあ、なんだろうな、無理言ったら出れそうだなとも思ったのは思ったんですけど、まあ、さすがにね、この日は全部開けとくのが正しいかなと思って、一応、まあ、行けたとしても、まあ、行かない、ということで、まあ、先にご連絡したっていう、まあ、そういうことですね。まあ、ということで、もう、あと2時間ちょっとぐらいなんですけど、この後出ますが、お会いできる方はぜひ、楽しみにしております。そして、昨日の夜会に来てくださった皆様、ありがとうございます。友人さん、昨日ありがとうございます。お散歩中の野外からだったんですけど、なんか反抗期の四分類みたいな話になって、これは意外とありそうでない研究結果に近い、成果にも近いんじゃないかなとちょっと思ったぐらい、結構整理された話になってて面白かったですね。まあ、最初友人さんはこう二パターンあるよねと、まあ、反抗期が来ない、というパターンについて二パターンあるんじゃないかと。で、まあ、ちょっと抑圧の負荷が強すぎて、もう反発するっていう気力を完全に失っちゃうっていうのと、まあ、そもそも負荷が全くないもんだから、反発をする相手が周りにそもそもいないというね。まあ、この二パターン、まあ、後者の方は特になんていうのかな、まあ、親と直接ぶつかるわけじゃないから、なんていうか、まあ、単純に仲良しともなるでしょうし、争いごとにはならないから、平和っちゃ平和だし、悪いことじゃないのかなとも思いつつ、やっぱりその家より外側のね、その、必ずしも居心地がいい環境ばかりじゃないっていう社会に出てた時に、その、家の中で鍛えた筋力みたいなものが、まあ、基礎体力として身についてないみたいなことで、後々苦労するっていう可能性はあるだろうなともちょっと思ったんですけど、もうわかんない。そこを追跡してどうこうとかっていう話は、ちょっと、いい加減なこと言えないんですけど、まあ、ただ、その二パターン少なくとも反抗期が来ないっていう現象に対しては、確かにそうだなと思いましたよね。そして、でも、まあ、前者の方の、あまりにも抑圧の負荷が強すぎて反抗する気力すら失われるっていう、
それの場合は、なんていうの、気力はないんだが、納得してないまんま出ていくことになるんで、これはこれでなんか抱えるものありそうだなと思って、まあ、そうだな、抑圧から解放されてこう伸び伸びってなるかもしれないしね。まあそれはわかんない、それぞれだと思うんですけど。でもなんか、それをこう引きずりすぎて、まあトラウマじゃないですけど、全然関係ない人にこう、ものすごいガッツンとぶつかってしまうみたいな、その外でね、反抗期で反抗してぶつかるみたいなこと自体を、家の中で済ましておけば問題なかったけど、外で行って爆破するみたいな、確かにこれもありそうな話だなぁと、思ったよね。で、まあこれがその、まあだからその裏返していくと、反抗期が、まあ、今ね、善くんとあかねさんの話になってましたけど、善くんの反抗期において、まあこういうことがありましたみたいな話だったと思うんですけど、もともとね、善くんってめちゃくちゃ健全だよなと思って、その善くんもの健全さに対して、まああかねさんものすごいエネルギーは必要だし大変だと思うんだけど、やっぱあかねさんのこう対処というか向き合い方も素晴らしいよねっていう話をこうしてて、いやなんかあかねさんご本人からしたら、称えられてる場合じゃねえんですけどもっていうね、その、大変なんですよっていう、状態だというのは、重々わかりつつ、いや、めちゃくちゃ森本家いいよねっていう話に昨日ちょっとなっててね。で、その反抗期の中で、反抗期がないので、二パターン。反抗期があるにも、実は二パターンあるんじゃないかというね、話になって。で、周平さんのところの話がちょっと面白かったんですけど、実はその、この同じ、こう、周平さんと、こう、意見が違ってくる。自我が出てきて、全然こう、違うことをやりたいと思ったり、まあ、志すものが芽生えてくれば、それ、そういう時に、こう、いよいよ、こう、親と考え方が変わってくるんで、まあ、意見がぶつかるっていう状況になるんですよね。で、まあ、そのぶつけ方の問題だなと思ったんですけど、周平さんとこはさ、お母さんと、こう、ガチンコで、こう本気でスクラムガツンってぶつけて、で、一通り、こう、自分の自我の硬さみたいのを確かめたという、周平さんとの対話においてはそのクーリングダウンするっていう、そのだから感情的になってぶつかるっていうシチュエーションと、理性で整理し、そのぶつかったもの、違う、お互い違うものっていうのを理性で整理し直す時間っていうのを、こう、まあ人が、お父さんとお母さんっていう、こう、人が分かれることによって時間帯も分けられて、まあ子供の中でもうまくこう整理ついていくように見えるっていう。まあこれはなんかすごいある意味見事な話だなと思ったんですけど。で、それが、例えばまあ、あかねさんとかだと、それもまあ全部一人でさ、お母さん一人で全部それをこう、まあ善くんのこう、8キレンバガイのエネルギーのね、その、いろんなものをさ、全部受け止めて整理もするんですかっていうので、大変だねってなったんだけど、まあでも実際、あかねさん自身も、その外の花丸学習会の先生とか、まあ周りにこう、すごい素敵な大人がいるっていうことを、あかねさん自身がこう、PTA で関わったりとか、そのレッドハリケーンズに、の、ただのファンとかサポーターとかっていうんじゃなくて、いろいろ仕掛けてって周りにこう、善の周りにいい大人がいる環境条件をさ、整えていくことに力を使ってるから、まあ、自然とさ、なんていうか、ぶつかる役と整理、横にちょっとずらして整理するっていう、その役目をさ、こう、できる大人が、結局ね、同じことをやってるように、僕にはこう、あ、おはようございます。結局同じ構図になってんだなぁと思ったりしましたね。でもこれが、その、だから、あかねさんも周平さんも、だから結局同じパターンだなぁと。あ、
アキラさんが東京にいるし。多分あれですね、あの、橋の学校のオフ会のイベントに参加されるってことなのかなと、ちょっと、まだ、何ですかね、あれ、公になってないのかな、言っちゃいけないのかな、わかんないけど。まあ、そういうことなんでしょうね。ひょっとしたら、だから、僕も、新橋に立ち寄れば、皆さんのお顔だけでもっていうことは可能かもしれないですけどね。そう、面白いね。急に夜行バス乗って、急にどうしたみたいな。今、国立競技場なんですかみたいな。その、ね、いや、楽しみだよね。なんか、東京に不思議と、なんか、今日ね、集まることになっているという、いろんな人が。はい。まあ、そんなコーナーで、まあ、昨日の夜会はね、まあ、反抗期をテーマにしたわけじゃないんだけど、でも不思議と、その、ね、コーチングの話から、まあ、反抗期の話から、そうだね、なんかその、結局、宇治原さんのさ、野球サロンの方の話まで、こう、ちょっと言ったんですけど、最後ね、周平さんと直くんが入ってる野球のね、未来を考えるコミュニティですね。宇治原さんって、まあ、野球の、ジャーナリストというか、ノンフィクションライターみたいな感じでもあるんじゃないかなと。まあ、でも、すごい取材きっちりされてる方で、いろいろ、メディアでもね、提言とかされてる人の、オンラインサロンの、話とかもね、すごい面白かったですよね。コミュニティの作り方とか、宇治原さん自体のコミュニティ運営の仕方もそうだし、あとはその、直くんと周平さんの中で、お互いこう、その、同じコミュニティに属してる者同士で、どういうふうに横のつながりで、影響を与え合っているのかっていう話がね、結構僕としては興味深いなと思ったんですけど、その、もともと先にね、周平さんが宇治原さんのサロン見つけて入ってみたっていうふうに僕は思ってたし、直くんもそう思ってたんですよ。で、直くんも、ああ、周平さんが入ってるんだったらつって後から入ってったっていう話なんですけど、今度は直くんが後から入ってった後、宇治原さんのサロンの中で、なんかこう、いろんな人とこう、ディスカッションしてるとか、発信してたり、宇治原さんにもちゃんとこうプレゼンスが伝わるぐらい、こういろんなアクティビティをこう展開してると。まあその存在感ですよね。を発揮してて。まあそれはその、多分その、指導者とかが多いんで、上の年齢の人が多い中で、直くんだけこう20代みたいな感じでのこう目立ち方でも、もちろんあるんだと思うんですけど、まあそうすると今度周平さんがその直くんのさ、こう、コミュニティの中での直くんのプレゼンスの高さを見て、それをこう、逆にまた刺激を受けるみたいなことを言ってたんですけど、同じコミュニティに属していると、お互いにさ、なんていうか、相手のプレゼンスに対してこう、影響を受けて、あ、こういう成長も自分にはこうありなんじゃないかなみたいなことを思いつけるっていうか、だから単純にその宇治原さんから、知識だとかノウハウだとか考え方とかそういうコンテンツとしてこう、ね、運営者からその、いろんな成長のきっかけをもらうっていう方向ももちろんあるんだけど、同じコミュニティに属している、なんていうか、すごく横のつながりを意識できるメンバーとして、なおくんの存在があって、そっちからも、良い影響を受け取れるっていう、そこの要素って、あんまりこう意識されないんですけど、そっちはやっぱりでかいなと思いましたね。なんだかんだ言って。だから、その、なおくんと周平さんって、走りの学校のオンラインスクールっていうコミュニティでも一緒だし、で、そこでも横のつながりがあり、で、それきっかけではありながら、モテサクオンラインサロンでも同じコミュニティに属してるっていう形に結果的にはなり、で、その中でも、あれやってる、これやってるって、こう、普段何を考えてるみたいなのが、共有されて積み立てられていくものがこう、増えていくと、その全部が全部じゃないんですけど、やっぱりお互いの理解が深まる分だけ影響を受けやすくなるんだと思うんですよね。それそういえば俺もやりたかったなとか
思いつきやすくなっていくんだと思うんですよね。それって、サロンに入る一番こう大きなメリットの一つなのかなと思いましたね。もちろんそのサロンが掲げるこういうものを提供しますよっていうものは、第一義的にはすごく大事なことなんでしょうけど、最初それきっかけでしばらくいてみるっていうのはもちろんそうなんだけど、それだけで多分何年もいないと思うんですよね。多分ね、1年以上ずっとそこにいるっていう理由にならなくなってくるじゃないですか。尽きてくると思うんですよ。やっぱりその一人の人から、どんなに詳しい人であっても一人の人からずっとより詳しい知見を受け取り続けるって、まあ尽きてくるよね、いつかね。どんなにこう日々勉強してる人って言って、でも結局その同じ人からこう学ぼうと思ったり、同じ人にこう集おうと思ったきっかけのある者同士のこう横方向の刺激の与え合い方がこううまくつながってくると、やっぱりそっちの影響を受けたり与えたりみたいな、あとは協力したり応援したりとかね。なんかそういうので、学びになったり、チャレンジのきっかけがこう増えたりとかっていうのは、これはだから無限にずーっとこうそこに、そのコミュニティに、いた方がいいなって思える理由が増えていくっていうか、そこなんだなっていうのをすごいこう象徴的に昨日感じましたね。昨日の夜会で、シュエさんとナオくんが、ものすごいこう、なんていうかな、言語の共有のレベルが高いっていうか、その、通じてんだな、この二人はっていうのがね。時間を共有してるから当たり前なんだけどさ、宇治原サロンでね。で、まあ、それをこう、こっちにもう伝えてくれるだけで、だいぶこう、得した感があるっていうか、そういうもんなんですね。いや、面白かったですね。だから。はい。ちょっと待てよ。もうそろそろ出なきゃいけないんですけど。また後ほどね、渋谷から、お届けしますんで。もしね、そちらに顔を出せる方は、ぜひおいでください。ということでね、川木朗さん、スプリントを身につけるに、おすすめ5つテクニックですね。周平さんがいろいろこうすでにお答えくださっていますが、一応僕も言っとくか。僕はね、これが効くよっていう意味っていうよりは、お手軽だから、結局、途切れないっていう意味では、僕はね、Aスキップをしてます。サッカーとかさ、なんかウォーミングアップやるじゃないですか。どんな場所でもこう、なんか、別に特別練習とかじゃない時でも、まあ、例えばその洗面所でベースポジションやってるっていうところがまずクリアできたんだったら、次はね、どこ行ってもとりあえず、5秒あったら A スキップやってみるっていう、どうですか？まあちょっと5つ全部パッと思いつかないんだけど、とりあえず A スキップをしておきます。ということでね。ユージンさん、ありがとうございます。ということで、行っていきます。オフ会でお会いできる方はまた後ほど、そして、特にいらっしゃる方はぜひね、オンラインか、アーカイブか、Google Meet のルームにもぜひ、遠慮なくね、出入り自由で入っていただければと思いますので、後ほどお会いしましょう。じゃあねー。